ぐーっと押していきますね。これなんですか。これ大腰筋ですね。大丈夫ですか。ダメだと思います。これ正常化の出来上がりです。他の目つけてみてください。おっ、うん、すごい。はい、けいでんからこんにちは、ビオハリキンです。はい、ということで今日は出張シリーズということで札幌に来ています。はい、ハリキュー骨盤矯正カラーズの院長先生の若林先生、はい、ここでお借りしてたんですけども、研修も終わりましてメンテナンスをしてくださるということで、そしてですね、ここに真ん中にいらっしゃるのが平岸カイロプラクティックの院長先生の佐賀野先生です。佐賀野先生、よろしくお願いします。はい、ということでですね、先生カイロプラクターということで、はい、それは最近してないです。前もしてない。前もしてない。前もそんなに激しい。よかった。ソフトな。ソフト、今はソフト。今もソフト。今もソフト。よかったですね。安心しました。よかったです。ちょっとですね、僕講座したいとパソコンが多いんで、ちょっと前鏡だったりとかですね、意識的には姿勢こうやってね、いつもしてますけども、前かがみになったりとか、多分ね、巻き方だったりとか多少あると思いますんで、普段は僕は針でやってますけど、ちょっとカエルの手技的にね、どうやるかっていうのをね、ひとつ体験してみたいなと思いますんで、はい、あんまりバキッてやらないと言っていただくと、やらない方がいいですか。やらない方がいい。前振りって言ってとにかく行ってみましょう。それでは、ゴー。猫背もなんですけども、首の可動域のてか猫背ですか、僕。猫背なんですけど、これなんか猫背の体でなってますけど、前提がそう、前提がもう猫背でしたか。確かにもうパッと見猫背なんですね。まあ、あんまり猫背って言われたことないですけど、結構姿勢は意識してる。はい、でも猫背か。そうです。はい、でここの腕曲がやっぱ強くなってしまう方が一般的に猫背と言われてるんですけど、あ、うん、そこで首の動きも悪くなったりとか、あと腕の上げ下げの動きも悪くなるんですね。はい、でちょっとそこで可動のチェックをしていこうと思います。これ自信あります。あ、上田先生が猫背じゃないっておっしゃるのでしたら、可動域はもうバッチリだと思うんで、はい、はい、大丈夫です。はい、ではですね、はい、上を見上げてみてください。見上げてごらん。上見てらっしゃいますか。え、見たい。うってなるんです。あ、なるほど。あ、可動域は分かりました。であとはですね、はい、両手を頭の上に合わせてみてください。こうですね。これは一緒にやります。はい、でも右肩がなんかおかしいですね。右肩おかしいですよね。うん、こうやって見てみると、指先を見てみると。こっちはつくけどな、こっちつきにくいですね、はい。はい、そうですよね。あと、手の長さも変わってきてるのがありますね、すごい。はい、ああ。右手、ちょっと短くなってますもんね。やっぱ右の方がちょっと悪いのかなというのがちょっとありますね。うん、で、これから猫背に対しての矯正やっていこうと思いますので、はい、ソフトなやつですね。ソフトです。大丈夫です。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、こうこれから猫背の矯正をしていこうと思います。猫背だと背骨の胸椎っていう部分が硬いと言われているので、うん、そこの可動域チェックと調整をしていこうと思います。はい、じゃ右から先に手を肩にかけてください。はい、そうです。じゃタオルの上に肘を乗っけてください。はい、はい、前に体重を乗っけてください。前、これ、あ、そうですね。はい、ちょっと可動域チェックします。動くでしょ。ひどいですね。ひどい、ひどい、これはすごい。よし、はい、どうですか。そのままですね。結構バタフライとか泳げますけど、あんまりどうでもいいけど。肘と肘くっつけますね。はい、で下を向いて、この下向く、はい、背中丸めてください。得意の猫背ですね。得意の猫背。はい、では胸椎の矯正をしていこうと思います。うん、よし、さあそのまま後ろに寝転がってください。はい、足は楽にしてください。足下ろしちゃいます。はい、力抜いてください。はい、押します。おいおいおい、ブラ
って言った今音入った入ってると思うんですけどね。すごいですね。あ、音鳴っちゃうんですよね。それはあれですか、なんかやっぱ硬いとか。あ、なんかあの関節の気泡が弾ける音とは言われてますね、うんうん、はい、なんか1回やっちゃうと2回目3回目はあんまりなんないとか言われてますね、はいはい、手崩してもらって、はい、で姿勢を正そうと思った時に背中がスッと伸びる感じがあると思うんですよね。これが前はできなかったんですけど今はできると思うんですね。そうですね、これ全然楽にできます、ね、はいはい、さらにあの上抜く時もですね結構楽に抜ける感じがあると思います。すごい、はい、上抜く時ってあの首の関節と背中の関節も連動して動いてますのでここら辺がすごい楽になりますね。すごいですね、はい、で上抜けるようになったんですけどまた硬いんですね。硬いです、はい、悪口じゃないです、まだ硬いです。硬い、何回言いましたよ硬いんですね、はい、なのでちょっとあの上向くときって筋膜が硬くなってるんですね、前側の、うん、で、ここの大きい筋肉一つ触るだけでも変わっていくと思うんで触っていきますね、あのソフトに前振り膝曲げます。ちょっとおへその下のあたり触っていきますね。グーッと押していきますね。あ、これなんですか。大腰筋ですね。ちょっと、あ、これ技ですか。技ではないです。あ、主にあの足動かすときに、はい、あの動く、まあ、使う筋肉なんですけども首にも肩にも効果が出るんですね。大腰筋、首にもつながってですね。そうなんです。お顔しますね。これ、こう痛いんですか、皆さん。いや、どうでしょうね。はい、反対側もやっていきます。すごい。ひっくり返ると逆よ。ああ、言ってる今ね、ちょっとか。注射器はやめた方がいいと思うんですよ。タップしてしょ、タップして。あ、タップしてもやめないので。はい、押します。あっ、ちょ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 っ、これ起き上がってもらってこれ特に上向くときですね結構楽さ、おお、すげえ出やすくなってるかなと思いますね。これはすごい、これ腸腰筋で、そうです、はい、これ腰痛にも効くんですよね。これはこう引っ張られてるからこういかないんですか。ここでおっしゃる通りです。はい、ここ解除して姿勢をするとこう伸びる。そうです。はあ、すごいですね。はあ、あんな技もするんですか。そうします、します、はい、もうあんまり痛くないですか。ソフトにやっていきます。ソフトにやってよ。すごいですね、でも。ありがとうございます。めっちゃ良くなりました。良かったです。姿勢もね、良くなったと思いますね。うん、で、上向くとき、振り向くときに、すごい可動域が。いや、めっちゃ良くなる。うん、出ますよね、はい。はい。振り向くのもいいと思いますね。おお。はい。いいですね。こっちやばいですね。はい。いいですね。すごい。はい、あ。これ正常化の出来上がりです。はい。あと両手万歳して頭の上つけてみてください。お。おお。うん。すごい。いいですね。しかもほら。はい。こっちの方が長いぐらいですよね。そうですね。はい。すごい良くなりました。すごい。やばいっす。でも先生あれ普段は縫い構造巻き方とか。はい。多いです、はい、あの頭痛もそうですし、あの猫背、肩こり、腰痛ですね。あと内臓の不調からくる、あの自律神経の症状などが多いですね。あ、すごいですね。はい、はい、先生の今どの辺でしたか。豊平区の平岸です、ね。はい、道内ですね、先生の院近い方ぜひ行っていただけたらと思います。猫背とかね、あのソフトな整体術とかで、ね、元気になりますので、ぜひ行ってみてください。概要欄の方に貼っておきますので。ということで、他にもですね、施術の動画
がセセレフィアの動画を配信していますね。次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いします。そして今日ありがとうございました。ありがとうございました。それは最近してない。前もしない。前もしない。そんなに激しい。良かった。ソフトな。今はそんな。今もソフト。良かった。安心しました。良かった。前振りがもうね、若林先生が。そんな言ってないですけど。